3万円のロボットで動くガンダムを作る。今回はサウンドシステムの搭載、バッテリー収納式ボディ、頭部電飾などについてご紹介します。3万円ロボのコントロールボードはサウンドシステム搭載に対応していて、モーション連動で音源データを再生させることができます。この機能、ロボットのおしゃべりに使うことが多いと思いますが、スケールモデルでは武器の発射音や動作音のエフェクトに使うと臨場感が出ます。音源再生には別売りの MP3 プレイヤーモジュールが必要。取説によると根付けできる専用品があるようですが、入手方法がわかりません。Amazon で汎用のものが売ってます。なんとなく使えそう。それで試したら普通に動きました。概要欄にリンク貼っときます。スピーカー付きで760円。スピーカーの相性問題で引っかかりたくなかったのでセット品を選びました。配線はロボ基板と MP3 基板の説明書通りで大丈夫でした。接続には市販のメスメスのジャンパー線を使用。この時説明書にも書いてある通り、 RX と TX、 TX と RX を接続します。音源データをメモリーカードに入れるときに2つのルールがあります。1つは音源データファイル名の最初の4文字を半角数字にすること。この4文字の後は普通に曲名など入れて OK。 もう一つは音源データを入れるフォルダ名を半角の MP3 にすること。これがわからなくて配線をチェックしたりしばらく悩みました。モーション作成ソフトでモーションの中に音源再生を組み込みます。最初に再生したい音源データの頭4文字の数字を入力。次に横のボタンで音源再生コマンドを追加。なり終わったタイミングで再生終了コマンドを入れます。これを入れておかないと次の再生が正しく動作しません。音源再生開始時に 0.6 秒ほど動作処理が止まるので、歩行や連射などの連続動作では音源ファイルを編集して一つにまとめています。スピーカーはセットの直径 40mm の他に後日 23mm のものも試しましたが、音量、音質とも 40mm の方が良好でした。サウンドエフェクトも奥が深い世界なのでもっと研究したいと思います。そして小型化したバッテリーに合わせてフレームを作り直し、バッテリーを胴体内に収納するように変更しました。今までバッテリーを覆うため歯と胸気味にデフォルメし、外装を一部切り替えたりと無理がありましたが、作り直すことができました。そしてこのフレームなら装着できる外装の自由度がかなり増えます。共通のフレームにいろいろな外装を装着する G フレーム的な楽しみ方ができればと思います。今回スピーカーも空いた胸部スペースに搭載できました。フレームの材料はこれを使用。 2mm の厚い材料を大きく切り欠く必要があり、手のことハンドドリルでは少し苦戦しましたが、なんとか加工。型サーボは 0.5mm のアルミ板で作ったサーボベッドにゴム止め。頭部の電飾も大型化したアレックスの頭に合わせて作り直しました。
ツインアイの周りの黒い部分は 0.3mm アルミ板を切り抜いて製作。発光部は緑の 5mm LED を2つ削って形を合わせてから取り付けています。アンテナは短かったので ABS アングル材から削り出したものをかぶせてありましたが、アレックスの角は根元がちょっと太い形状なので、さらに成形して仕上げました。後で黄色く塗ります。腕の 9g サーボー、一部、タワープロ SG90 から、サンファウンダー SF180M に変えてみました。購入時1個490円。最終2段がメタルギアで、チャタリングがなく、動作範囲もやや広くて、良い感じです。SG90 は、オールプラギアなので、転倒や、手で回しただけでも、破損の恐れがあります。また SG90 は、ロボットアームのように、重いものを、遠いところにぶら下げると、チャタリングという振動が出やすいです。チャタリングは、ギアに、タミヤアンチウェアグリス、を塗ってやると、ある程度収まりますが、これも完全ではありません。SF180M や、SG90 の、最大電圧 6V に、対し、リフェバッテリー満充電の、7.2V は、電圧オーバーです。7.2V で、SG90 は、今のところ普通に動いてますが、SF180M は、正常に動かない個体が、1個ありました。また、誤って 12V をかけてしまったとき、SG90 と、純正サーボは、すべて無事でしたが、SF180M は、すべて破損しました。SF180M は、高電圧には弱いようです。しかし、メタルギアと、チャタリング性能は、魅力なので、新しく組むとしたら、腕はすべて、SF180M を使うと、思います。高いサーボを使えば話は早いんですが、3万円ロボの趣旨から外れるので、安いサーボでいきます。ちなみに、足に使っている純正サーボは、単品1200円程度のようですが、フルメタルギア、ボールベアリング入りで、多少ニュートラルの甘さはありますが、ガタも大きくはなく、普通に使えます。それではアクション、サウンドエフェクトは、動画編集ではなく、すべて内蔵スピーカーのものです。というわけで今回はここまで。
今後ディテールアップを進めつつ、そろそろ次の機体も考えていきたいと思います。外装の見付け替えもできるんですが、2機揃えて戦わせたら楽しそうです。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録お願いします。